はい、こんにちは。ホステルと申します。競泳都市の実況プレイ、続きを再開してまいりましょうか。このまま行きますね。バイクで橋を突破して、次のチャプターに入っていくわけなんだけれども、このガみたいなやつね、こいつが出てきて、こいつから逃げ切ったというところから、異形の飛行生物ね。ではやっていきますね。次のステージへ。ロードがちょっと長いのが気になるんだよね。崩れゆく橋を背にオートバイを走らせた。行くあてもない僕たちはメールに従いイベリスタワービルへと向かったと。あ、そうだね。なんかカメラマンと思われるイニシャルのやつからメールが届いたんだよね。30分後にイベリスタワービルまで来いとかって書いてあったんだけど、多分最初に出てきた大塚だよね、メールの主は。柏木さん来てるかな。借りたスマホを返すならここしかなさそうだもんね。例の環境保護団体、今日はレイバーまで動員して抗議してるそうですよ。で、なんかゲームソフト届けてくれっていうやつもいたよね。って言うんだろう。こっちは計画に乗って、そいつもこのイベリスタワービルにいるっていう話なんだけど、サブイベント扱いだろうね、それは。全くだ。メインイベントを中心にストーリーを進めていく。早く仕事を終わらせて帰ろうぜ。話が30分後、イベリスタワービル展望室に出待つ。HO。これは、柏木理沙さんから借りたスマホにさっき届いたメールだ。あ、そっか、借り物のスマホに対して届いたメールってことか。柏木さんに会ってスマホを返そうと思い、この展望室へのエレベーターに乗っているのだが、メールが届いてから、もう40分が経っている。差出人はまだ展望室で待っているのだ。つうことはこのメールの主は柏木が来るものだと思ってるんじゃねえの。柏木さんのスマホの画像フォルダにはいろいろなプライベートの写真が保存されているようだ。見るのかい。柏木理沙の写真、街角に手を見る、テニスコートに手を見る、プールサイドに手を見る、教室に手を見る。勝手に見るのは良くない、見ないでおこう。まあ、これが常人の考えなんだけれども、残念ながらこの主人公は常人じゃないんでね、婦人警官の格好してるし。だから、まあ、パワーワードのなテニスコートがプールサイドだよね。プールサイドにしてみようか。何にやついてんの、この男。危ないやつなんだけど。かかってきたね、早速。出ればいいのかな。さすがに電話に出るわけにはいかないな。あのさ、写真見る方がまずいような気がするんだけど、この人の善悪のバランスは一体どうなってんの。ステージ4、忍び込み奪う影、何が出てくるんだろうね。次のチャプターは至れり尽くせりなんだけど、いろいろな有名な怪獣とかが出てきて、あ、緑の吹き出し出してるやつは結構重要な情報くれるんだよね。君子乱建設はすごいよな。なになになに、このタワーを作った会社かな。宮戸県に本社があるゼネコン会社。はいはい、このビルも建てたっていうことで、20階オフィスがあるよ。この辺も行く機会があるのかな、今後。ここも危ないかもな。あれ、こいつも緑の吹き出し出してる。NKX。最近になって現れた環境保護団体。レイバーを使って過激な抗議活動を行う連中。レイバーって何？まだ上に上がらないといけないのかな、僕。あ、いけないね。ということは、ここが展望台か。あ、あるね。見ることができるかな。覗くことはできるのか、覗いてみるとあるけど、全然覗いてねえじゃねえか。何笑ってんの、この人、窓際に向かって。つうか、むしろ、このような緊迫した状況で、こういう高いビルに登るのって危ねえんじゃねえの。
ごゆっくり楽しんでる間なんかないんだけど。ねえ見て、綺麗。君の方が綺麗だよ。うざ。あ、お嬢ちゃん届かないの？抱っこしてあげようか、おじさん。危ないやつだわ。目的のやつどこにいるんだよ。セーブポイントだ。カフェの看板。この生足ちゃんが目的の人物だっけ。ダイエットをしてるんだったわ。どうかしたんですか、お嬢さん。何かお困りですか。紳士、俺紳士。紳士風の人だって。あ、こいつあれじゃねえ、転売屋じゃねえ。いらっしゃいませ。何か買えるのかな。あ、お持ち帰り用のメニューか。ハム卵サンド、ブレンドコーヒー、オレンジジュース。食料品は。ちょっとどうなってんのかしら。何またモンスタークレーマー。申し訳ありません。やめといた方がいいって。何何どこの生足ちゃん2号。イビリスタワーサンド。食い物が売り切れてて切れてるってことか。それは仕方ねえだろう、ないんだからさ。こいつが目的の人物じゃね。この男の人、中川さんじゃない。中川さん、そういえばどこかで。そうだ、スカイガーデンブリッジで頼まれた。いや、どうだろう、違うね、絶対に違う。もう少し展望フロアを探索しよう。なんかゲームソフト渡してくれとかって言われたよね。けどちょっとここは切れてみるか。とりあえず話しかけてみましょうよ。中川のりおさんですか。君たちはみたいな。はい、そうですが、どうして私に。なかなかイケボじゃねえか、この人。一条さんと桜子さんという二人から今日は来れないということを伝えに来ました。まさにナイスミドルといったところか。そうですか、わざわざすみません。それで電話がもう繋がってないんだよね。電話をしても出ないんだが。さっきスカイガーデンブリッジという橋が崩落したのは。あ、もはや亡き者になってしまったか。ニュースで見ましたが、まさかあの橋を通る電車に乗ってくると言っていたが、もしかして桜子は。レーザー出す怪物に橋壊されたからね。ただただ重々しくうなずく。おそらく橋の崩落に巻き込まれて命を落としたと思いますと包み隠さず言う。この雰囲気で自分が何か言うのは嫌なので、ユキに返事をするよう目くばせてる。はっはっはっは、相当嫌なやつだな。女に全部喋らせるつもりか。はい、多分橋の崩落に巻き込まれて。助かってるっていう線ないのかな。預かっているゲームソフトを渡す。ゲームソフトを渡しても余計に悲しませるだけだと思い渡さない。ゲームソフトはもらっておこうと黙っている。渡した方が話は発展しそうだよね。いろいろ聞きたい。市場さんから預かった。絶対安全都市ね。ここは全然安全じゃないけど。これは一条くんが作った。なんだかんだで知ってんじゃねえかお前。ご存知なんですか。なんか煙たがってたのに。どこかわからなかったからね。彼が携わったゲームは全部遊んで。なんか重くなりそうだなこの話。妻の美佐子を亡くしてからずっと。嫌なんだけど。幼い桜子を男で一つで育て上げたんだ。そのせいで桜子にも不自由な思いをさせてしまった。重たくなっちゃったな。だから桜子には必ず幸せになってほしかった。これメインイベントじゃないよね。もちろんこれも遊んだよ。でも何一つ面白いと思わなかった。しかしああいう世界を作るのは大変だろうな。技術と情熱がなければ
とても作れない。さりげなくゲームはディスってるけどね、この人。一条くんが桜子の結婚相手にふさわしいことは分かった。桜子の見る目が正しいことも分かった。分かっていなかったのは私だけだったのか。とにかく桜子に幸せになってほしかったんだ。それだけだったのに。なんかもうそっとしといてあげよう。今日ここに来ようとしなければこんなことにならなかったのか。なんかいたたまれないんだけど。唐突に終わったな、イベント。とにかく励ます。話しかける言葉がない。そっとしおく。失礼は承知でゲームソフトを譲ってもらえないか聞いてみる。人の心を持ってないのかこいつは。先ほどのゲームソフト僕に譲ってもらえませんか。え、この絶対安全都市をですか。一条さんがどんな人だったのか知りたいと思って、中川さんがそれをずっと持っていると辛さが募ると思って、中川さんはもうそのゲームは遊んだんですよね。だからいらないと思って。だからといっておいそれと渡していいものではないでしょう。これは一条くんと桜子が私に託そうとしたものです。お渡しすることはできませんよ。まあそりゃそうだろうね。逆に怒らせちゃったわ。そうそう、俺も誰かと待ち合わせしてるんだったわ。誰だっけ。初めて。僕もだよ。あのさ、これ隣の親父に聞かれたらあまりよろしくないような内容なんだけど大丈夫かこれ。このコーヒーを飲みませんか。人から物もらって何か入ってんじゃねえだろうな。いいんですか。ありがとうございます。いえ結構です。ユキさんに話しかけているのだろうと無視する。人間関係を築いていかない男。このパートナーにも物食ったり飲ませたりとかすることできんのかな。あ、今思ったけど結構胸でかいね。そういうところしか見ていないっていうね。あ、こっちの階段からだとさらに上に行ける。守備はどうだ。なになに、急に声聞こえたけど何の守備。おい、いつまで待たせるんだ。は、メールが届いてない。確かに送ったぞ。はい、それよりだ、地下鉄の記事読んだぞ。あ、やっぱりこいつか。お前が追っているんだろう。じゃあ大塚くん。お、確かでかいのに狙われた。なんでこんなところにっていう感じの顔で見られたんだけど。それより話ってのは俺が持ってる情報を売ってやろうと思ったな。いらない。そうかい、わかったよ。なんだ、彼女とデートか。お、唐突に突っ込んでくるね。いえ、このメールを見てきたんです。彼女とデートに来たんです。他に行くところがないのでとりあえず来てみたんです。彼女ではないんだけどね、一応友人なんだけど。どうしようかな。これが本筋だよね。だけどまあデートに来たことにしとくか。はい、彼女とデートに来たんです。どやみたいな。ああ、そりゃ見りゃわかるよ。すいませんでした。メールを見てきたんです。話がある。30分後イベリスタワービル展望室にて待つって。おお、それは俺が柏木に送ったメールだ。なんでお前さんがそれを知ってるんだ。なんでお前さんは柏木と知り合いなんだ。大塚さんにここまでの経緯を話した。柏木梨沙さんと会ったこと、様々な異変にあったこと。なるほどね。赤の他人にスマホを貸すなんて面倒なことするな。それで俺のメールが柏木に届かなかったってことか。柏木さんと知り合いなんですか。どんな用事だったんですか。そうだよそうだよ、まさに俺聞きたかったのこれだわ。知り合いなの。柏木さんと知り合いなんですか。知り合い、そうだな。知り合いといえば知り合いだな。まあ、あいつは俺のこと。まあ、だけど職業柄知り合いでも全然不思議じゃないんだけどね。あいつら。あ、どう
用して薬丸さんだ。やばい、俺目立つ格好してんだけど。お前さ、あいつらに目をつけられるようなことでもしたのか。そりゃまずいな、かなり物騒な。つうか橋落ちたでしょ。あの人たち一体何者なんですか。あと質問する。お願いです、助けてくださいと助けを請う。ドド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 どうすればいいんだとうろたえる。あー、女にかっこいいところを見せるような選択しかないな。じゃあ逆にうろたえていくか。どうすればいいんだ。バカなやつじゃねえか。それじゃあ何金だよ。なんだ、命を助けてもらうんだ。え、1万3000円ほどしかないんだけど。俺の命の値段安いな。10万に負けてや、払うのか払わないのか。いや、そんなにないから。いらっしゃよ、上の階です。なんでこんな執拗に追いかけてくるの。金は後だ、一旦七草を預かっておこう。ユキのブレスレットが奪われた。俺が奴らの注意を引きつけといてやる。人の心はないのか、この人に。早くエレベーターまで逃げろ。七草は次会った時に金を払えば返してやる。もたもたしてると流しちまうぞ。え、俺を出しにしていい写真撮ろうとしてたようなやつが何言ってんのこの人。スクープ撮れたら逆にチャラにしてくんない。俺どこ行けばいいんだけど。こっちかな。エレベーターに向かおう。だって反対側から行けんのかな。あ、ユキすでに向かおうとしてるわ。じゃあ行こう。めっちゃこれ懐中電灯つけて目立ってるけどな俺。逃げるもクソもないんだけど。逃げられると思うなよ。あのさ、早くも突破されたんだけど。なんなんだこいつ。すごいよね。だけどバレットタイムを標準搭載してるから、ものすごい反射神経の持ち主では。来たな。どこ空いてる、空いてる空いてる空いてる。乗って乗って乗って早く。薬丸さんが来る前に。意外と走りが遅かったな。めっちゃボタン連打してたけど、この人。そろそろお着替えしたいよね。これまたド定番のエレベーターが止まった感じだね。止まったの？まあ、それは見ればわかるでしょうよ。どこかに緊急の、あれ、あるんじゃねえの？ポスターがある。イベリスタワービル、展望フロア。こちらへようこそ。え、よく調べてみるって何があんの？他に。ポスター貼ってあるだけでしょ。額縁の裏に紙が挟まっているのが見える。1万円を手に入れた。誰だよ、こんなところに挟んだやつ。おかしいでしょうよ。まあ、なんとか10万円の足しにはなるな。非常ボタンを押してみる。開閉ボタンを押してみる。他の場所を調べる。まあ、非常ボタンだろうね。繋がるかどうかわかんないけど。管理人さん助けて。反応はない。ちょっと待て、待て待て待て。こういう時は、定番は普通に天井のなんか脱出窓みたいなところから出るのが定番なんだけど。どうにか、外に出る方法はないのかしら。ユキさんと話す。落ち着いて、救助を待つ。もう少しエレベーターを調べると。何かヒントくれるかもしれないね。大塚について。七草って何のこと？あ、何取られたかまでは気づかなかったのかな、この人。あの、君からもらったブレスレット取られたよ。ごめんね。一応押してみるんだけど、開かないよね。電力落ちてるよね。反応はない。扉も調べることができるようだ。大声を出して助けを呼ぶ。力の限りドアを叩く。力づけて開ける。特殊能力を使う。他の場所を調べる。これ自由自在に使えんのか、特殊能力。何してるのって、手のひら光ってんじゃん。ドアを開く力はないようだ。気持ち悪いんだけど。大丈夫か、この男。だけど、俺何すればいいの？力ずくで開けようと思っても開かないでしょうよ。エレベーターのドアなんて。力ずくで開けて人力で開けれるようだと危ないよ。あ、監視カメラを覗く。
ピースサインとかできんのかな。誰かが見ているかもしれない。手を振ってみよう。後で誰かが見るかもしれない。指を指してポーズを決めよう。僕たちの仲が良いところを見せつけよう。ユキさーん、バカタレなんだけど、この人。で、これ危ない人じゃねえか、完全に。あ、ダメージ受けたか、今の赤いエフェクトは。食らったなぁ。この人。はははは。まあ、こんな感じで。野郎のスカートの中を覗いていくスタイル。いつまで倒れてんの、この人。大丈夫？やってんの俺だけど。あ、どこ調べりゃいいのか全然わかんないんだけど、これ。俺、どうすればいいの？天井か？あー、いいですね、これ。いいですね。ちょっとまあ、こんな感じで。この見えそうで見えない感じがたまんねえな。で？大声を出して助けを呼ぶ？誰かいませんか？エレベーターの中にいます。ただこれ階と階の間で止まってたら誰にも聞こえないよね、当然。一応もう一つの選択肢も選んでみるか。できることは全てやろう。何かが突破口が開くかもしれない。情報を仕入れるか、中川について。あ、あのゲームソフトのやつか。少し怒ってたね。まあ怒らせたのは俺だけどな。柴田と武藤について。薬丸さんかな。このビルにいるのかしらと来たか。けど、エレベーター止まったよね。メール何か来てるかな。最速のメールが来てたけど、他に何も来てないな。もう何も起こんないんだけど、これどうしたことか。ユキさんとイチャつくのがダメだったのかな。完全に襲うようなスタイルだったけど、指を指してポーズを決めてみるか。この間が良かった。今の何してるのって、車でのおかげで変な椅子になってしまったわ。あとこれしか残されてないんだけど、できることって。誰も見ていないようだ。参ったな。結局落ち着いて救助を待つっていうのが正しい選択肢なのかい。何もできなかったってことか。救助の人来ないで。こういう時こそ慌てちゃいけない。ゆきさんを励ます。そんなことよりお腹が空いたよ。眠い。どうしよっかな。まあ腹は減ってるわな。そういえばそうね、これあげる。よかったら食べてね。ゆで卵をもらった。どこに持ってたのこの人、ゆで卵なんて。胸の間とか。あれさっきハム卵サンドもらってなかった？え、ブツブツ交換くれって言うんじゃねえだろうな。20分後。あ、これ好感度下がった説、もしかして。おめえサンドイッチ持ってんだろうみたいな。異常ベルが鳴ったね。また動き出すのかな、エレベーターが。え、誰か外にいる？音聞こえる。薬丸さんかな。大丈夫ですか？救助に来ました。さあ、こちらへ。よかった。出れるんだね。20階の上のトラス。火の手。まだ火の手は来ていないようだ。燃えてんの、このビル。このビルは火災が発生しています。火元は不明ですが、現在消防レイバーで消火活動を行っています。あなたたちも早く建物の外に避難してください。北東の角に
20階に降りられる階段があるはずです。1段差ってまた1段か。ただ私は他の人を救助しに行きますので。北東って言ってたよね。緊急放送、緊急放送。うわマジか。ホービルオフィスエリアにて火災が発生しています。これ何階今エレベーターは使用できません。非常口どこどこどこ。しまった空中電灯がいいから早く逃げよう。繰り返します。俺についてこい。緊急放送、緊急放送。あ何ユキどっか行っちゃった。ホービルオフィスエリアにて火災が発生しています。よしてみと、どうした。非常口の案内に柴田のやつがこのビルに来てるなんて。階段で屋外に避難してください。あなたはさっき展望室にいた。ここに避難しに来たのかね。あこの人も結局避難しに来たの。トラス階といってね、高層ビルが地震や火災で被害が大きくならないための構造なんだ。ここにいれば火の手は回ってこないだろう。けどさ、火の手が来なくても火が回ったら倒壊したりとかするんじゃないの建物。それちょっと危険だよね。工具箱、一応ここセーブポイントなんだ。じゃあ今回はセーブしてこの辺で終了にしましょうか。はい、ご視聴ありがとうございました。